つもおかげさまです。本日はですね、非常にショッキングなニュースが流れました。それは何かというと、19日のですね、衆参予算委員会出席をですね優先するために、アルゼンチンでですね19、20両日に開催するですね、20カ国、地域 G20 のですね、財務省中央銀行総裁会議をですね、麻生太郎財務省はですね欠席するという発言になりました。今回ですね約1年半続いているこの森友学園のですね問題が糸を引いているわけですけども、G20 にですね欠席となるとですね結構これは、痛い、大きな痛手だというふうに、感じているところであります。で今ですね相場の方もですねそれにまた追随するかのように、円高の方向に動いています。ドル円ですね105円台をつけてきまして、でポンドとかもですね予想通り、下落してきているような状況です。で今、合わせてですね注目していたユーロドル、こういったところ見ていくとですね今冷やしダブルトップのような形になっています。10円目下支えていますけども、ここを割ればですね結構綺麗にダブルトップの形を作るんではないかというふうに、期待して見ているところであります。でまたニュージーランド円とかですね5ドル円はですね逆にニュージーランド円の方は10円目で下髭つけて上がってきていますし、5ドル円の方もですね10円目つけて下髭上がってきていますし、ただニュージーランドドルですねこちら見ると週足で三尊天井になりそうな形にもなってきています。ちょっとですね今すぐですねこれを行きましょうみたいなですね形は正直出てはいないんですが、引き続きですねユーロドル、こちらですね下に割ってくれることをですね意識しながら見ていきたいところであります。今ですね、アメリカの方もですね、ティラーソン氏がですね、解任になったりとですね、非常に大きな話題が出ていますけれども、日本の方も一言ではなくなってきたなと、財務省、これどのような問題で決着つけるのか、ちょっと注目しておかなければならないかと思います。ということでですね、一つ一つ今きな臭くなってきていますけれども、ここはですね、しっかりと、目をですね、光らせて見ておければというふうに思います。ということで、今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。今回も、動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね、皆さんの感想、要望、をですね、コメント、書いていただければ嬉しいです。そして合わせて、高評価と、そして、チャンネル登録、このですね、3つ、ぜひお願いいたします。それでは、これからですね、どんどん面白い動画、出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。